はい、お差し込んでございます。結構前になるんですけど、1月の5日か6日のどっちかに NHK 総合で、さかなクンの冠番組、ギョギョッとさかなスターっていう番組があるんですけども、まあ、それはね、まあ、以前から、もうだいぶ前から、クロマニヨンズの命のマーチがね、オープニングナンバーになってて、まあ、それがシングルになってっていうので、まあ、だから、命のマーチっていう曲も結構前から公開されてて、うん、で、まあ、今回その命のマーチを歌ったね、クロマニヨンズのボーカリスト、河本大翔がね、なんとその、さかなクンの番組で出たわけですよ、実際。もう VTR 映像じゃなくて、ロケに参加したわけですよ。いや、大翔が、なんか、ロケになんか出演するっていうのはすごい珍しいなと思って、いや、なんか俺が今こうやって動画喋ってて今ちょっとふと思ったんだけど、ヒロトがなんか VTR 出演とかスタジオ収録とかじゃなくてロケで出演してるのって、なんかブルーハーツがなんか天神橋筋商店街は出歩くぐらいの時ぐらいしか見たことないんですよ。だからそれは昔 YouTube かなんかのテレビ出演した動画で見たことあるんですけども、すごい新鮮でしたね。うわ、ヒロトが外でロケしてる、まあ、水族館の中なんですけども、よかったね。で、今回どういった感じかというと、まあ、ヒロトは虫が好きじゃないですか。虫、まあ、ファーブル昆虫菌も好きで。で、まあ、魚くんは魚が好きで。だから、魚好きと虫好きで一体どういった化学反応が起こすのかみたいな感じで、まあ、今回お二人がね、まあ、水族館に行って、まあ、こういう魚あるんですよ、虫にもこういうのがあってこういうのがあるんだよみたいな感じで語ってて、いやーもう魚と虫すごい奥深いなって。俺もう魚と虫とかなんか全然ね興味ない人間なんだけど、いやもうこれもう半年に1回ぐらいなんか1時間のね特番にしてもいいぐらいじゃないかと思いましたね。でなおかつね、河本大翔さんまさかのね、ナレーションに挑戦するってわけで。いや、昔ね、なんかベックっていうアニメで、まあ声優みたいなの挑戦してたんだけど、次はナレーションをね、挑戦して、これ案外ね、良かったです。ナレーション。なんやったら、ザ・ノンフィクションとかでも、全然、やっていけるぐらいのレベルでした。全然聞けました、なんか。いつもなんか、のほほんとした喋り方してるんだけども、ナレーションでちゃんとやると、あ、普通に聞けるやんけみたいな感じで思いましたね。うん。で、あとは衣装なんですけども、今回ヒロトさんなんとカブトガニをねコスチュームした衣装で、もうすごい金かけてるなっていうか、結構金かけてそうな衣装でびっくりしました。で、なんかウェブ記事で見たんだけど、ヒロトが幼少期の時、川にカブトガニがいて、なんか尻尾を掴んで、振り回してたみたいな話を聞いてて、それさかなクンが、そうなんですね、みたいな感じで、なんか、受け流してんだけど、いや、地味に尻尾を持って振り回すのってひどくねって思いましたけどね。うん。というわけでね、以上、ヒロトがさかなクンの番組に出たっていう話でした。今後ともね、ちょっと、僕ね、ヒロトのね、ストーカーでもあるんでね、出た番組とかでレビューしていこうかなと思うんで、ご視聴ありがとうございました。